皆さんこんにちは、水越美里です。はい、本日のテーマはこちら、夏のリアルな1週間コーデということでやっていきたいと思います。全くもうブランドも関係なく、リアルに毎日着てる服を1週間分撮影してみました。なので売り切れちゃってるアイテムとかも結構あるんですけど、そのブランドのイメージとかはなんとなく伝わるかなと思うので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。あと服だけだとあれかなと思ったので、一応簡単にアイシャドウ、リップ何使ってるかとか、あとアクセサリーとかその辺も紹介してるので、注目していただけると嬉しいです。はい、それでは早速スタート。ではまず金曜日からいきます。 YouTube の撮影と編集をして、その後ネイルが伸びすぎていたのでメンテに行くっていう一日です。トップスはユニクロの T シャツです。この T シャツはね、4色くらい持ってるんですけど、とにかく着回し力が半端ではないので、夏私は本当に欠かせないアイテムです。ユニクロの T シャツ何枚か着たんですけど、これが私的に一番可愛く着れました。サイズ感が結構小さめなのでコンパクトに着ることができます。パンツはチュクラです。私158cm で腰の位置は割と低めかなって思うんですけど、丈感はヒールがなくてもちょうど床とすらないような位置にあります。形が綺麗なので色違いで、これ含め3色私は持っています。で、サンダル、こちらはですね、確か買ったのが1年くらい前だったので、同じものはね多分ないかなって思います。ただこういうなんか紐みたいな超シンプルなサンダルはめちゃめちゃ使いやすいので、1個あるとかなり便利です。アクセサリーはノマールドプーペさんからいただいたもので、可愛いので最近よくつけています。メイクはですね、この日リップモンスターのパンプキンワイン4番ですねに、あとアイシャドウは確かディオールのローズウッド使ったと思います。あの7月買ってよかったものの時のメイクをまんましてますね、多分その日に撮影したので、はい、っていう感じです。はい、土曜日、この日も YouTube を撮って編集して、夕方に東京リベンジャーズを見に行きました。トップスはザラで、今季買ったのでおそらくまだあるかなと思います。袖がフリフリですっごい可愛いんですけど、丈が短いので気をつけてください。あの腰で履くようなジーンズとかだと多分お腹出ちゃうと思います。あと脇の部分も結構空いてるので、キャミは見えてもいいものを着るのがいいかなと思います。で、スカートはこちらフィフスです。これは履きすぎてちょっと裾がねボロボロになってきました。マネージャーさんからもこれどこの高そうって言ってもらえたスカートで、横から見た時に体が薄く見えて華奢に見えるのですごくおすすめです。サンダルはフレアIDなんですけど、春くらいに買ったので多分もうないかなと思います。で、ピアスですね、これもまたノワールドプーペです。そして昨日ね行ってきたネイルがこちらです。ゴールドのミラーフレンチにしました。めっちゃ可愛いです。最近ねリングを3つ購入したので、ゴールドのやつだったから絶対合わせたら可愛いと思ってこのネイルにしたところもあります。今日のメイクはリップがフジコの2番にあとスックの8番を上から重ねています。アイシャドウはルナソルのアイカラーレーションの黄色とピンクのやつを使いました。一応ねこのスカートが黄色だったので合わせてみたつもりです。日曜日、この日は YouTube で毎日メイクを撮りました。予定は特にないんですけど、まあ、編集とかね終わってないことが多かったし、集中したかったのでちょっとだけカフェに行ってきました。トップスはビューティー&ユースで、これもね去年くらいに買ったので多分今は買えないかなと思います。ボトムは金曜日と同じチュクラです。色違いでグレーも落ち着いた感じになってて、とってもいい感じです。で、バッグはですねこれフィフスなんですけど、あのサイズが結構大きいので PC も入れられて、作業の日にはよく持っています。ただね最近ね新しい大きいカバン、ちょっといい感じのやつ買ったので、それはまた別の動画で紹介したいと思います。パンプスはこれ ZOZO タウンで最近買ったのであるかなと思ったんですけど、今見たらちょっと完売してましたね、すいません。ストラップがないからこそこうさっと履けるところがすごく楽です。で、この日のメイク、これはですねまた毎日メイク動画で紹介しますね。多分今週か来週にはアップできると思います。月曜日、この日はですね本気でもう家から出る気がない時ですね。トップスはザラで、こちらも今季のアイテムで多分買えるかなと思います。濃いめのベージュなので可愛いんですけど、やっぱ丈が短いので、あのハイウエストのこういうパンツでもちょっとお腹見えるかなっていう感じです。まあ、ただ家なので開放感もあるし別いいかなっていうところで履いてみました。パンツはユニクロです。で、これね春前に買ったので多分もうないかなって思うんですけど、オンライン見たらちょっとなんか似た感じのやつはありました。多分全く同じではないんですけど。で、メイクはコスメデコルテのアイグロウジェムと、リップはですねセザンヌのティント新色を使ってみました。とても可愛いです。この日はアクセサリーとかは特につけてないですね。そんな感じです。じゃあ次、火曜日です。
この日も動画関連以外では特に予定なかったんですけど、ホワイトニングの、ね、薬剤がなくなったので近所の歯医者さんに取りに行きました。ワンピースはこれティティベイトっていうとこでいつ買ったのかもう分かんないくらいの服なんですけど、ただティティベイトはおしゃれなのに割とお手頃な価格で購入できる服が多いので、私の動画ではそんなに出てこないんですけど、実は結構ねおすすめです。似たようなワンピースだったらあるかもしれません。あとこれ中に着てるインナーなんですけど、カップ付きのキャミソールでユニクロで最近買いました。サテンっぽい生地なので見えても可愛くって、こういうちょっと脇開いた服の時に結構使えるかなと思います。でサンダルはねちょっとこれ撮影用に拭いたので濡れてるんですけど、汗とかではないです。楽天で2000円ぐらいで昔買いました。メイクですね、この日新作レビュー動画を撮ったので左右でちょっと違うのを実は使ってます。これはね美容系 YouTuber とかコスメアカウント持ってる方あるあるじゃないかなと思うんですけど、全てポーランド上の秋の新作です。あとは動画の編集とかで1日が多分終わると思います。水曜日この日はですね少しだけ事務的な打ち合わせがあったので出かけてきました。なんか冷房がね効きすぎてたら寒いかなと思ってちょっとシャツを羽織ったはいいんですけど、普通に汗かきました。暑かったです。でこのシャツはグレイルのものでだいぶ前に買ったんですけど、今見たらね普通に在庫まだあったので全然買えるアイテムです。グリーンの薄手のシャツですね。パンツは最初の方で着ていたチュクラです。打ち合わせといっても全然硬い感じの場所ではないので結構こういうラフな格好なんですけど、一応資料とかはあるのかなと思ってバッグは大きめにしてみました。サンダルもこれ途中で出てきたビューティー&ユースですね。着回しというかいろんな服に合わせやすいです。メイクはこれ昨日のその動画で取り漏れがあったのでもう一度ポルジョ使っています。ただねさすがにこの左右でバラバラなのはなと思ったので直前で直しました。でピアスはバスクデザインで首が開いてる服だったのでこの日はネックレスもしています。夏はね日焼け止め塗るのであんまネックレスしないんですけどこの日はしました。じゃあラスト木曜日です。動画撮ったくらいで特に出かけるって予定はなかったんですけど、ただもし出かけるならスニーカー履きたいなと思って気分で決めました。トップスフレアIDなんですけど全く同じこの白の在庫はないんですが黒はねありました。ウサギオンラインかな。ただですね、この服フィフスにもめっちゃ似たアイテムあるので、そっちでも正直いいかなって思います。でスカートこれすごい気に入ってるんですけど、かなり前にロッペマドモアゼルっていうとこで買ったやつで同じようなやつをねずっと探してるんですけど、なかなかこれだっていうものに出会えないですね。ちょっと透け感のあるスカートです。でスニーカーはナイキです。これはねエミで買いました。ちょっとこういうごつめの感じのスニーカーの割に結構コンパクトなので、これ履いたからといってなんか足だけ浮く感じがとっても少なくっておすすめです。ピアスはアネモネですね。これはね今同じのがあるかはちょっとわからないです。そしてメイクはこちらエテュセの2021年秋新作でやりました。またこれ別の新作レビュー動画かなで紹介しますね。多分8月の頭くらいにアップできるかなっていう気がします。はい、ということで本日は夏のリアル1週間コーデやってみました。結構今まで出てきたアイテムも多かったかなと思うんですけど、本当にこんな感じで服を着ています。今回だとそんなに多発はしてなかったと思うんですけど、特に夏はね、ユニクロの U-neck T シャツだっけ、あれめっちゃ着ますね。まだちょっと先なんですけど、この動画を本当に撮り終わったぐらいでウサギオンラインでね結構爆買いしたので、それはまた別の動画で紹介していきたいと思います。ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。